ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がこちら、レンジローバーベラール 3.0 R ダイナミック SE、 こちらをご紹介させていただきます。もうレンジローバーはもう全然わかんないです。はい、そしてベラール初なんで、はい、なおさらわかんないっていう、はい、実はアリーナ店ベラール初です。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、あ、そうなんですか。いや、正直あんまり見ないですよね。あんまり見ないですね、はい、どっちかというと普通のレンジ、レンジとかも多いですし、はい、まあ、まずその球数自体、まあ、少ない、まあ、デビューしてから、まあ、はい、数年しか経ってないっていうのは少ないっていうのもありますし、まあ、いかんせんちょっとなかなか、はい、入ってこないと。記念すべき第1回目の紹介ということで。まあでも他の店舗でね、はい、何台かお収めさせていただいたりとかやってますので、はい、取り扱い自体はあるんですけど、ありますけども、はい、はい、いうことを紹介させていただくのが初めてです。アリーナ店も初めてなんです、ね、でレンジローバー全然わかんないんですけど、はい、まずこのベラールのポジションが全然わかんないんですけど、はい、これっていうのはポジション的にはイヴォークがあって、はい、レンジローバースポーツがあって、はい、その間です。ああ、そういうことなんですね、はい、ただなんか車の見た目からすると全然そんな感じしないですよね、はい、どこか分からなくなっちゃうぐらい。でも、はい、コンパクトですよ。意外に幅は広いですけど、はいはいはい、短いですし。ただちょっとレンジのスポーツの上なのか下なのかちょっと分からなくなっちゃう。ちょっとそんな感じの。いやそんな並べると全然。あ、そうなんですね。違いますよ。だからデザイン的にちょっとその近代的なデザインも入っている部分があるので、ちょっと大きく見えたりとかっていうのもありますし、あとはそのベラールの中でもグレードとか車種とかもそういうのも。もうすごいいっぱいあるんですよ。そうなんですね。僕もちょっと下調べで見たらちょっと訳が分からなくなっちゃう。覚えられない、はい、で、まあ、一応今回ご紹介したいのはそのガソリンの3リッターグレードとしては、まあ、上のグレードになりますかね。オートバイオが、まあ、ちょっと特殊なのがあるんですけど、はい、まあ、一般的なレンジの中では、まあ、上級のグレードになりますね。 S とか HSE とか HS、はい、S ではベース、はい、S、SE、HSEでその中でディーゼル、ガソリンあって、で次に R ダイナミックがあって、あ、なるほど。でも、もう分かんないですこれは R ダイナミックの 3.0 の SE という感じですね。まあ、SE ってなってもオプションがついてしまえばもう正直 HSE か SE かっていうのも分からないぐらいの。なんかグレードで選んでもらうよりかも、もうその原車のなんかそのついてるものとか、はい、コンディションで選んでもらった方がいいかなっていう。はい、そうです。さっきも話しましたけどね、はい、SE でフルオプションのものと HSE でオプションが少ないもの、はい、どっちがいいのってなったらやっぱりオプションがついてる方が全然価値があると。で今回ご紹介させていただくのはもうオプションもりもりの車です、はい、豪華な車、豪華な車になりますので、はい、でちょっとその辺多分内装がメインになってくると思うんですけど、はい、外装のじゃあ前回りからご紹介させていただくと、はい、一応外装そうです。これあのレンジのもう定番というかその、はい、ブラックパック、これパッケージかなんかなんですか。パッケージそうです。ブラックアップになっているので、はい、パックですね。でこの辺が黒くなって、うん、黒くなって、はい、こういうところが黒くなってた、はい、なるほど、はい、もううちの出番がないですね。そうです、はい、そしてなんかこう全然こうなんていうんですか、凹凸がないデザインなんですね。そうですね。でもここだけ見るとやっぱりイヴォークとちょっと共通している雰囲気ありますよね、はい、なんかちょっと共通性を持たせたデザインのちょっと統一感が見られるフロント周りですけど、はい、全然デコボコしてないっていう、はいはい。これ東京店でもちょっと話が出たんですけど、なんか最近のヨーロッパのその衝突安全化の基準とかそういうので、うん、はいはい、どんどんこう車自体の形は滑らかになってるんじゃないかなんて話出たんですけど、うん、まあレンジももうそれに習って、まあ、ういう、ね、はい、ただやっぱりかっこいいですね、ライトとか、うん、はい、グリルとか。そうですね、はい、かっこいいです、はい、ではジャガーの F ペースと兄弟車みたいな。あ、そうなんですか。そうです、そうです。同じイギリス車として。そうそうです、はい、なるほど、そうなんですね。結構だからライバル車はそこですよね。あ、そうなんですね、はい、F ペース買うか、ベラール買うか、はい、で横に回っていくと、はい、ホイールがまたかっこいい、はい、これもこれもオプションです。オプションのホイールになりますね、はい、21インチの、はいはい、でこれ黒いのも最初からなんですか。ですね、はい、結構珍しいというか、うん、なんか SUV のホイールって言ったらなんかガンメタリックとか、はい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 、定番ですけど、なんとグロスブラックの21インチが装着されています。なんか車高もなんか普通の SUV からするとちょっと低めというか。そうですね、はい、まあ、その調整もできますから、はい、この車高の高さで全然見た目変わるので、まあ、そこら辺もちょっと後で、はい、ちょっとスタイリッシュな感じになってます、はい、足元、はい、でこの辺のデザインはやっぱり共通なんですね。そうですね、もうここで区切って、はい、この辺にこういうパーツがついて、はい、でこの辺も黒く
なってたりするんですよ、はい、メッキとかじゃないんですね、はい、そうですね、はい、でアールダイナミック、はいはい、メッキはほとんど使わないんじゃないですか。あ、なるほど、はい、スポーツ確かに、ま、全くと言っていいほどメッキパーツないですよね。ないですね、はい、でこのアールダイナミックっていうのはちょっとスポーツです、はい、グレードというかグレードです、ね、はい、意識した感じなんですね、はいはい、で当然ミラーなんかも全部窓枠なんかも全部黒 で、はいはい、でこれ屋根が黒いのもなんかオプションなんですね、はい、そうですね、はい、でまあちょっと後で見ますかね、パノラマルーフが、はいはい、やっぱりこの何ですか、この、ま、窓とボディの比率がなんかちょっと、はい、イボークとなんかちょっとつながりが、はい、やっぱり近代的な流れですね、はい、めちゃめちゃスタイリッシュですよね、はいはいはい、ちょっと SUV らしくない、はい、そんなデザインになってます。で天井もやっぱり低いっすね、目線でこう全部天井が見えちゃうぐらいなんで、はい、割と他の車種に比べて低めの、はい、普通のレンジローバーってなんかもう全然高いじゃないですか、まあ、ちょっとこうねですよね、形ですけど、なんでかなりスタイリッシュな感じになってます。だデザインはイボークのやっぱり流れが来てると思いますね、はい、こっちの方が新しいっていうのがあるんですね、はいはい、で特徴的なのがなんとこのドアノブっていう、はいはい、真っ平らなんですね、これ出てくるやつですよね、出てくるやつです、はい、これでもレンジはこれこのベラールから採用されてるんです。あ、ベラールからこれになってるんですか。ベラールからですね、はい、なってます。なるほど、おせばニョフニョフニョ、鍵僕が持ってます、はい、鍵を持ってるとポチッと押す。あ、なるほど、知ってます。これってめちゃめちゃこうパワフルに出てくるの知ってます、小島さん。で、パワフルすると要はこう凍っちゃっててそういうパワフルでした、はい、寒冷地とかでここがガチガチに凍ってても、はい、メキメキメキって出てくるんですよ、はいはい、それは動画で見ました。なんか本当に、はい、じゃあ結構強力な、ね、乗れなくなっちゃうじゃないですか、はいはい、だからこの辺すごくパワフルに作ってるらしいですよ、はい、ダメ商品じゃなくて、はい、でも多分抑えてても余裕で出せるぐらい、はい、もう力強く出てくるらしいですよ、はいはい、で後ろに回っていくとこの辺もなんかちょっと他のそうですね、ブラックバックのあれなので、はい、黒く入ってますよね、部分と合わせて全部真っ黒黒に、はい、今回そのボンド的に言うと、はい、ノーマル車両になるんですけど全然スタイリッシュ、そうです、ね、かっこいい時代になってると思います。もう本当に出番がない感じに、はい、なってます。ベラールはあれですか、はい、話飛んじゃうけどなんかエアロー出てるんですか。出てます多分。あ、スターテック出てるんだ。スターテックが出てます。じゃあスターテック、はい、カメラマンに乗っかっちゃいます、はいはい、スターテックっていうのはブラバスの姉妹ブランドです、はいはい、ブラバスっていうのはもうメルセデス専門のブランドになってくるんで、うん、それの他の車種をレンジローバーとかあと、うん、なんだっけな、ベントレーとか、はいはい、ちょっと後でこれ、はい、インサート入れておきます、はいはい、そんなのがおすすめでございます、はい、でこれスポイラーもなんかすごいですね、形ん後ろの出具合もそうだし、ここ穴開いてるんですね。あ、そうですね、ここは、はい、でこの隙間にワイパーが隠れてるっていう、はい、よりなんかリアのウィンドウがちっちゃく見えますよね、うん、なんかこの辺のデザインでもベラールって、はい、見ないですよね。そうですね、あんまり走ってるの見ないですよ ね、 いいですね、はい、ただ実写見てびっくりしました。めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいです、かっこいいです、はいはい、でこれいじったらめっちゃかっこいいと思います。めっちゃかっこいいですよね、うん、ちょっとホイールちょっと履きたい。車高はもうなんかいい感じなんで、うん、はい、ちょっとインチアップして車外のホイール、まあ、できればちょっとその辺のエアロパーツとか、はいはい、かなり良さそうです。じゃあ続いてちょっとトランクを。トランクですね、はい、トランクも一応ハンズフリーがついてます、はい、レンジローバーはここじゃないんですよね、はい、そこじゃないんですよね、はい、某土方店長いわく横ということで、はい、あれ開かない、開かないですね、開かない、やめます。2人でやってみるサイドで、開いた、まあ、ちょっと感度はね正直レビューだから、どうします、そうします、うん、悪いということでそうですね、はいはい、なんか横だっていう、はい、そうですね、話なんですね、まあまあ、でもまあ横だと使いづらいですからね、もう普通にここで開けてください、はい、まあ、ちょっとその日本とヨーロッパ の、 その考え方が違うのと、はい、あれ僕の話は聞いてくれないですか聞きます、聞きますよ、はい、日本とヨーロッパでちょっとその考え方が違うのと、はい、まあ、多分レンジローバー的には、まあ、後ろだとこうバコッと開いた時におってなっちゃうんで、はい、多分横にセンサーがついてるんじゃないかなっていう、こう持っててこういう感じで上がっちゃうか、だから多分横にセンサーをつけてるんじゃないかなっていう、おすいません、温度下がった。だからちょっと これはちょっとあれですよね、コツがいるタイプの、うん、はい、じゃあ開けますよ、はい、こっち開けちゃいましょう感じじゃないでしょうか。じゃあちょっとトランクの中を、はい、恒例のゴルフバッグ積み込みをちょっとやってみたいと思います。クラブ持ってくる、はい、
広いですね、やっぱり。だから外に外、はい、見た目よりかは、はい、中はスペースが全然広いです。幅が結構あるからですかね。そうですね、それもあると思いますけど、はい、特にえぐったりもないですもんね。なるほど、全然クラブ育ってても、まあ、育てても大丈夫です、ね、はい、余裕でいけますね、はい、でシート倒せばなおさらなおさらいけます、いけちゃう感じじゃないでしょうか。わあ、あー、なるほど。そして若干フラットにはならないんですね。フラット一段こう段差がつく、段差が、なるほど、つきます。ただやっぱりさすがの、はい、容量です。もう全然余裕じゃないでしょうか。そしてこの辺、あ、このとってもレザーなんですね。あ、そうなんだ。なんかもうさすがイギリス車って感じなんですけど、はい、でこの下はあスペアタイヤが、はい、スペアタイヤもなんかオプションで、オプションですね、はいはい、フルサイズのやつが入ってるっていう、はい、だもう一緒っすよね、これ一緒です、はい、こういうもね、ちゃんと塗ってるから、ね、なるほど、全く同じです。テンパータイヤとか修理キットじゃなくて、もう、はい、履き替えでもそのまんま見た目変わらず、はい、走行性能も変わらないタイプの、はい、スペアタイヤが積んでます。でこの辺も当然ついてて、はい、いや、いいですね、作りが、はい、最近本当にイギリス車ちょっとやばいなと思って。どうやばくないですか、なんか作りが、作りがやばい。もちろんそのエントリーっていうか、その標準のモデルは、うん、それなりっていう感じもありますけど、はい、なんかこうとんでもないやつ、本当にとんでもないじゃないですか、イギリス車って、はいはい、なんかドイツのなんかチューナーコンプリートみたいなとかたまにあるじゃないですか。あるベントレーみたいな。あ、ベントレーみたいな、はいはいはい、とんでもないなと思って、純正でそこまでやりますかみたいな、はい、レンジローバーもそうなんですよ、なんかこれのとんでもないのもあるんですよね。オートバイでしょ、はい、SV オートバイでしょ、はい、あります。いや、ちょっと奥が深いです、奥が深いじゃあ早速中の方、はい、ちょっと続いて内装を見てみたいと思います、はい、こちら内装がかなりお金がかかっている。内装めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれですよね、はい、ちょっと若干さっき後ろのドア開けたんで、うん、ちょっとやらせになってますけどめちゃめちゃおしゃれですね、これ。これこの内装を見ると、はい、例えばその純正というかノーマルの仕様だと、はい、本当にちょっと寂しく感じちゃうタイプ、味気ない感じのタイプです、ね、すごいですね、これ、はい、これドア、まずちょっとドアからいくと、はい、これ上はさすがにちょっとプラスチックというか素地ですけど、はいはいはい、真ん中とか全部レザーで、はい、でこれウッドですか。あ、ウッドっすね、はい、しかもオープンフィニッシュのこう、はい、なんていうんですか、クリアがこう分厚く乗ってない、はいはい、もう木の質感丸出しの、そうです、はい、ちょっと雰囲気出ますよね、はいはい、すごい。最近メルセデスなんかもこのタイプですよね、はいはい、ウッド。でもなんていうかな、イギリス車だからなんかちょっとやっぱりいいですよね、はい、こういうちょっと風合いがちょっと独特な感じです、うん、雰囲気です。でこの辺もピアノブラックで、グロスブラック で、はい、でスピーカーのグリルも何でしたっけ、これ僕読めないんですよ、うん、メリディアン、はい、これ定番のやつですよね、そうです、はい、はい、ちょグリルもちょっとおしゃれな感じじゃないですか、ちょっと斜めにこう骨組みも R ダイナミックの、あー、なるほど、その辺のスカッフプレートも光るタイプで、はい、でシートなんかもこれオプションなんですよ。シートこれ本当めちゃめちゃおしゃれですね、はい、でこれスピーカーのグリルとなんか共通性を持たせたデザインなんですね、はい、はー、これオプションですよ。だから内装だけで多分レザー関連だけで多分どれくらいかな、60万とかそのぐらいかかってるんじゃないですか。ちょっといやらしい話、さっき の、 この新車の価格のやつ見ちゃったんですけど、はい、もうだって倍、はい、そう普通のなんですか、ホームページ開いてベラール800万円くらいカラーみたいな、はいはいはい、これ倍近いじゃんみたいな、そうです、ね、はい、ちょっとじゃあ僕乗ってみたいと思います、はい、シートこれなんか調整もすごいことになってます、ね、はい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ、わあ、なんでしょう、はい、意外にしっかりめ、クッション、はい、背中も、はい、このここのなんていうんですか、色の使い方、はい、これちょっと他にないっすよね。おしゃれじゃないですか、はいはい、このステッチの入れ方というか、ね、ここあれでしょ、これイギリスマークでしょ。え、そうなんですか。え、そうじゃないの、これって思います。あ、そういうこと。そういうことですよ。じゃあこのグリルもそういうこと。あ、なるほど、ピンとこなかったっすこのおしゃれさにちょっと気を取られて、はい、あ、そういうことっすね。なんでイギリスマークって言っちゃったらいけないんでしょうけど、はい、あの何でしたっけ、あのユニオンジャック、でもユニオンジャックじゃないらしいですよ。そうそう、なんね、はい、ユニオンフラッグって言ったから、はいはい、ちょっとシートはかなりしっかりめで、調整はかなりきめ細やかにできる感じです、はい、上げ下げと、はい、前後 もちろん。これは、これ何の調整ですか、これ。え、これ何、これ
ああこうかこうか、あでこの辺と全部ついております。うわめっちゃ細かくして出てきますねこれ。いい感じです。ちょっと固めなのが意外にスポーティーな、スポーティーさを感じます。はい、どうぞ。でハンドルはなんかこうレンジローバーならではな感じの、はい、あそこのその後でエンジンかけていただければなんですけど、はい、そこの表示がやっぱりデジタルになってるので。ここっすか、はい、こっちっすか。っていうか全部デジタルになってますねこれ。昔はもうねボタンでそこで、はいはい、なりましたけど、だからちょっとかけてもらえば光りますよ。そういうことなんですね、はい、このポクポクって音もいいですね。ちょっと独特で、ちゃんとブレーキ踏んでいただいて、はい、わすごい、すべてデジタルじゃないですか。え勝手に穴開きましたよ。これ設定かな。設定ですか。あでも元は開けてて閉めたから。あー、うん、そういうことですか。すごい、このハンドルヒーターのオプションですから、ね、あステアリングヒーターもついてるんですね、はい、ハンドルヒーターって言わないからステアリングヒーター、はい、でこの辺の快適装備も全部ついてると、はいはい、こういう表記がデジタルになってる、はい、ちょっと一回止めていいですか。ちょっとこれちょっと押しづらいですね。そうだ、あそこね、はいはい、これちょっと右ハンドル左ハンドルであるんですかね。でも一緒っすもんね。ちょっとここは覚えないと。左ハンドルって、はい、右ベースだから、うん、もともと設計がここか。ボタン押すとボタンがなくなっちゃったね、はい、ボタンでもこれ座って四角じゃないですか、うん、知らないと押せないっていう、はい、でもちょっと洒落てていいですっていうか、もうこのここに目を取られて気を取られてちょっとこれ気づかなかったですけど、ステアリングこれめちゃめちゃ質感いいっすね。外のレーザーも、はいはい、ここなんかアルミのちょっとトリムが入ってておしゃれです、ね、おしゃれパンチングで、はい、でエアバッグもだってこのステッチの入った、うん、めちゃめちゃ高級感ありますよ。このここはだからこっちから見ると黒なんだけどね、はい、あそうなんですか。そうそう、こっちからだから外から見ると黒なんですけど、なるほど、内側がコンビこういうコンビじゃなくて前後のコンビの、ちょっとドライバーから見えるとこだけ白くなってるんですね、はいはい、あ確かにこう外から見て、はい、ここ白いとちょっとおかしいですもんね、はいはい、ちょっとたまにこうちょっとミニバンとかでこう、あ、まあまあ、若者が乗ってんなっていう感じがちょっとそれ言うと怒られそうですけど、なんかダッシュボードがこう、はい、白いハンドルが見えるとなんかちょっと若者な感じするんですけど、これだったら全然すごいおしゃれだと思います。めちゃめちゃおしゃれですね、うん、でこの辺のもう全部デジタルで、はい、なんか物理キーがないんですね、うん、これがもう、はい、あのベラールの出た時の一番の目玉ですよ、はい、目玉って言い方いいんですけど、はい、みんなこれに衝撃を受けたんですか。そう、衝撃を受けました。もう今はもうな、はい、流れがこれになってますからね、はい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 、だんだんこういうのを採用する車増えてきてますよね、はい、ちょっとこの前ボツになっちゃったんですけど、はい、ポルシェのパナメーラとか、はいはい、あの辺もこうオンにするとこう出てきて、パナメーラよりかは、はい、すごい衝撃受けますよ。あ、そうなんですか、うん、ちょっとしょ改めて、あっていうかメーターも R ダイナミックって出てくるんじゃないですか。え、ちょっと待ってください、距離薄すぎないですかこれ。距離薄いですよ、はい、5000キロじゃないですか、これ見てください。ちょっとなんかそのスイッチがこう照らし出されるとこじゃなくて、うん、もうなんか液晶が出てくるんですね。液晶が出てくるんですよ。うわすごい、ここはでもちょっとこう好みは正直分かれるところだと思うんですよ、うん、やっぱり物理キーの方が使いやすいっていう人もいると思うんですけど、僕は全然ありですね、はい、でシートのこうオプションなんですよ、はい、なんすかそれ。ああシートヒーターとベンチレーションですか。ベンチレーション、しかもめちゃめちゃ分かりやすい、はい、分かりやすいですよ。この厚いのヒートです。レンジってこんなハイテクなんですか。これはマッサージ。マッサージもついてるんですか。わすごいすごい。これもオプションなんですよ。ああそうなんですね、はい、ちょっとオプションで選んだ方がいいですね。いやオプションオプションねえ、はい、つけらんないですかね後から。めっちゃいいです。選んでる車を選ばないとダメですか、はい、ちょっとメルセデスとちょっと違う、こうつぼ押しタイプじゃなくて、こう全体がこうモコモコって出てくるタイプの、はい、マッサージです。こう波をこう背中をこう、はいはい、レースレースってちょっとこう部分的に出てくるんじゃないですか、はいはい、そういう感じじゃないですか。ウェーブな感じ、はい、あベンチレーションめっちゃ涼しいっす今お尻が。
すごくないですか。ここで車高を上げたり、あ、はい、そういうのも全部これでやるんですね、はい、あ、でもシフトは相変わらずこれなんですか。これですね、はい、なるほど。でナビ周りも、はいはい、もう全然 近未来です、ね、近未来ですよね。なんか本当にあのタブレットみたいな、そうですね、はい、そんな表示です、はい、え、こういうのも全部、え、ちょっと待って、ああもう当たり前なんですね。そしてやっぱりこうナビ全部カープレイが、はいはい、もう何も困らないじゃないですか、はい、Google マップ使えて、はいはい、あ、Android オートも当然入ってて、小島さんこれどうやったっけんですか、これ開かないんですか、これ。あ、それはねこのボタンです、はい、あ、これだけですか、はい、あ、レンジローバーってこれがボタンになってるんですか、はい、あ、でドリンクホルダーが2つついてるんですね。そうですね、なるほど。これちょっと僕ちょっといいですか、はい、あのフィルム貼りたいっす。ああ、はい、ちょっと傷にならないように。そうですね、はい、ちょっと画面もちょっとオフにした時こうちょっと指紋が目立っちゃいますよね。黒だとね、なら、はい、特に。そしてグローボックスはこの分かれて上がるタイプの、はい、あ、割と中深いです。で USB がついてて SD カードとシガーと、はい、この質感もめっちゃいいじゃないですか、ステッチと、はい、で小島店長は後ろに、はい、まあ、まずこちらパノラマルーフ、はい、開放的な、すごい、これ開かないんですよ、ね、開かないです、はい、後ろもめちゃめちゃ広くないですか。広くないですか、どうですか、ちょっと外から見たイメージと全然違いますよね、はい、全然違いますね。高さもほら十分ありますよ。外だとなんかもうちょっと窓がちょっと狭い感じがするんですけど、実際乗ると全然、この R が取れてるからなんですかね。すごい後ろもゆったりですよね。で後ろのいいところが、はいはい、このクラスなんでしょうかね、あのシートがちゃんとついてるんですよ。リクライニングするんですか。リクライニングするんです、電動で。電動で、本当ですか。まあ、ここがメイン、これが一番寝そびってる感じですよ。こういう感じで、すごい。でしかもだって倒すこともできたじゃないですか。そうこれで職員室でめちゃめちゃ機能で充実してますね。充実してますよ、はい、ちょっとあの新車価格800万円ですけど、ちょっと同じグレードのところでいくとやっぱりオプションが違うだけだって違いますよね。最高です。なんか高級感もすごいし、ハイテクだし、ちょっとだってこの辺のだってルームのなんてルームランプ、この周辺もめちゃめちゃ質感高いし、ハイテクだし、広いし、はい、バッテリー上がった場合、はい、あ、これもそもそも出てこないじゃないですか。で、あ、鍵が車の中に、ちょっと待ってください。そう、どうすればいいんですか。これ電動で出てくるじゃないですか。そうね、その感じでいくと小島さん知ってる感じですね。どうすればいいか知らないです。ちょっと待ってください。離れてください。あ、そういうことなんですね。で、ここで出てこなくても一応そこがグイってできてて、うん、鍵穴が出せるようになって、鍵穴出せる。で、ここで刺してもらって、こんな感じ。あ、なるほど。へえ、まあ、それは考えられてますよね。いや、バッテリーが、ね、上がったらおしまいなんですよ。でそんなわけはないないです、はい、あ、そうなんですね、はい、ここにちゃんと隠しの鍵穴が結構グイって上がる。どうすればいいですか。そうそんなの。でも全然これ女性の方でも全然できますね。もっと引っ張ってもらう。もう一段階出るんですか。出ます、ね、え、怖い。あ、こうか。そうはい、全然ちょ、でも一回これはちょっと確認していた方がいいですね。初めて知りました、はい、ちょっと試乗も今回してみたいと思います、はい、ちょっとその前にライト周りと、はい、分かりました、排気音をちょっと聞いてみたいと思います。はい、でこれが今スモールの状態ですね。このチューブが全部光る感じじゃないでしょうか。はい、あ、ウインカーが外側が流れるタイプの、はい、あとミラーの端が光る感じです。でロービームが左側の LED が光る感じですね。でハイビームが内側になるっていう感じです。ありがとうございます。続いてじゃあリアも見てみたいと思います。でスモールがこの U の字ですかね、ちょうどこのチューブのところが内外光る感じです。
でウィンカーは外側が同じく流れるタイプですね。でブレーキは外側とハイマウント、そしてバックは内側が光ります。でバックフォグがこっちですね、はい、両サイド光る感じになってます。ありがとうございます。じゃあ車高いいですか、はい、やっていただいて。ちょっと今回マフラーの音を聞く感じの車じゃないんで、代わりに車高の上げ下げを見てみたいと思います。お願いします。ちなみにこれ今標準の状態ですよね。わあ今下がってます、ね、これ今標準モードです。これ標準ですか。これ標準です。あ、これが標準みたいです。はい、で上げます。はい、もうオフロードモードですね。わあさらに上がるんですね。こんな感じですね。これが上がってる状態みたいです、はい、でアクセスモード、これが要は乗り降り、乗り降り優先の車高が低いモードみたいです、はい、ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ、はい、じゃあ今回特別に、はい、試乗の方に行ってみたいと思います、はいはい、毎回特別って言って毎回行ってますけどね。いやいいですか、ちょっと僕はまた運転していいですか。どうぞ、はい、ちょっと行ってきたいと思います。お願いします。はい、忘れない。いやもう車高のあの、うん、上がり下がりの速さにはびっくりしたっす、はい、あんなに速いんですね。サラウンドビューが上がりますね。でも小島さん1個僕の謎を聞いていいですか。謎、はい、これドアノブはいつしまわれるんですか。ドアノブこれ走りたぶん距離じゃない、距離というかスピード、あ車速が入ると車速で出ると思います。あそういうことなんですね、はい、ちなみに今ドアノブが出っ放しです。出っ放しです、はい、これでうーんって出てくると、じゃあ、おー閉まりましたね、はい、なるほど。さあ今回もめっちゃしっとり、めっちゃしっとりです。これエアサスなので乗り心地もめちゃめちゃしっとりです。しっとりです。だからその SUV っていうよりも本当にセダンによった乗り方、はい、乗り味になってると思います。はい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 。でもああでもセダンか。なんかメルセデスみたいなこう、めちゃめちゃ高セダンみたいな乗り味の SUV ではないですね。そうですね。はい。なんか最近のこうメルセデスの SUV とかって。なんかもう普通に乗れちゃうっていうかこう、うん、感じしないですか、なんか、はいはい、もう G クラスがびっくりしますよね、あれ乗ると。あ、信号が、ウインカーの音とかもめっちゃいいです。これ前イボーグ乗った時もそれ言ってたね、はい、この音好きなの。この音好きです。今ちょっと車高、はい、あ、下がってるんですよ、うん、この状態で。やっぱりあ、そうですね、フィルム貼った方がいいな。そうですよね、ちょっと指紋気になりますよね。指紋気になっちゃいますね、はい、あのちゃんと撮影終わったら全部あのクリーニングしてますんで、ご安心くださいませ。はい、でこれヘッドレストもこれあれじゃないですか、このこうできるタイプじゃないですか、ね、そうそう、さっき、でかいと言ったけど、このでかさはいいですね、はい、そうですね、これができるっていう、はい、パノラマいいな、今日ちょっと天気悪いですけど、これちょっといいですよ。でもさっきも言いましたけど、はいはい、そのベラールもいいんですけど、はい、この個体がいいんですよね多分。あ、なるほど。そのオプションの装備とか、なるほどなるほど、そういったところがあって、はい、これ最高です、うん、っていうかベンチレーションがめちゃめちゃ涼しいです。そうです、ベンチレーション普通にこのチェノパン履いてても涼しいです、はい、もうお尻が全然蒸れない。比較したら国産ですよね、国産並み、はい、っていうか、でも小島さんの言うとその SUV っぽくない、ちょっとセダンみたいなの、はい、ちょっと感じわかりますね、はい、なんか出足とかこうグワーって感じじゃないですもんね、本当にセダンみたいな軽さを感じます。ただやっぱり視点も高いし、このボディのこのちょっとこう、なんていうんですか。でもやっぱりそうですね、やっぱり質感、はい、めちゃめちゃいいっすね、うわいいです。で、まあ、バーチャルコックピットじゃないですけどね、はいはい、こういうとこにフル液晶でも見えますし、はい、あ、そうですね、アウディのみたいですね、バーチャルコックピットみたいですね、うん、今デジタルのみんなそういう流れですよね、
ちょっと車高下げるとさすがにちょっとストローク足んない感じしますね、じゃあ真ん中、うん、普通の真ん中で、じゃあちょっとアクセスモードで走るとちょっとやっぱり、そうですね、見た目はかっこいいですけどね、うん、あーいいですね、いいですね、しっとりと、うん、割と柔らかめっすね、うん、本当にしっとり、ちょっと欲しいっすこれちょっと車によって僕テンションが違いすぎるんで、うん、まあ、全然ノリが違うじゃないかとか言われるんですけど、これはいいわ。でベラールは正直僕、うん、さっきも話したようにうちも初めて入ってきてって感じなんで、うんうん、やっぱりこう間近で、ね、見るってここまでこう見れることがなかったんで、はい、見てみるとすいませんベラールって感じでね、参りましたですよ、うん、ちょっとだけ踏んでいいですか、うん、毎度のことを、はい、どうぞ、はい、あー全然超パワーありますね、思ったほどその、はい、2速3速からのトルクがあるんですよね、はい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 、最初はやっぱりグッて出足はあれですけど、はい、しかもなんかブーンみたいな音じゃないんですね、うん、キュイーンみたいな、さすがスーパーチャージャー、スーパーチャージャーの下級音がしてます、キュイーンっていう、こんなにいいんすか、びっくり、ちょっと普通のレンジローバーも乗ってみたいんですけど僕、うん、はあ、でも本当普通レンジローバーもいいですけどね、やっぱこういうサイズ感的に、はいはい、まあイボークもいいですけど、やっぱちょっともうちょっと大きめのって方であれば、いやイボークも本当にスポーツだとやっぱちょっとスポーツじゃないですか、あなるほど、はい、これいいですね、ちょっとこのでかいパノラマと、うん、本当に超高級車な内装と、で最新の設備と、はい、めちゃめちゃ質感いいっすよ、レンジってこんなにいいんすね、うん、いやイボーグの時もまあ、うん、まあ衝撃受けましたけど、うん、はい、早いしなんか、うん、パノラマでかーみたいな感じだったんですけど、それのさらに上を行ってますね、やっぱり比較的そのさっきも何回も言っちゃうかもしれないけど、はい、少ないのでみんな、うん、結構いいんじゃないですか、個体が少ないんですよ、個体が少ないんで、やっぱりその今までベンツとか、はい、BM とか乗ってた人、はい、ちょっと違った車がいいかなって方にはすごいいいですよね、はいはいはい、また車自体も新しいのが結構、はい、多分あれなんですよね、じゃあもうなおさら次のイボーク、あれ次のイボークって出たんでしょ、出てます、はい、現行ちょっと見てみたいですね、どんくらい進化してるのか、いやまあまあ進化してますよ、でもこれの延長線みたいな形なので、はい、もうこの今回のベラール体感してもらえると、はい、まあ、なんとなく想像できる、うん、想像はできる感じです、ちょっとでもちょっと僕の身分にふさわしくないですハンドリングは軽いですか、軽いです、軽いです、ね、車が軽いです、はい、もう出足もそうだし、はい、なんか SUV って特に大きくなればなるほどこう出足こう重たい感あるじゃないですか、はい、全くないです、シフトチェンジも違和感なし、全然違和感ないです、車の大きさも視界も全然あれですよね、はいはい、いい意味でその車の挙動に関しては、はい、挙動っていうかその出足とかその走りの関してはいい意味で SUV らしさないですね、はい、車軽いですもん全然、ただそのなんていうんですか、こう乗り心地とかはやっぱり SUV、 もうめちゃめちゃしっとりした SUV ですよ、今の段差とか、はい、ちょっとでも今日は一周でやめておきます、はい、車はさすがに5000キロなんでちょっと、いやいや、はい、車をちょっと、これから雨降りそうだしね、はい、そうなんですね、今日も一回ちょっと中心にしましょうかなんていう話をしてたんで、はい、これいいっすね、これはいいですよ見直したって言い方ですね、改めてっていうか認識した感じですね、はいはい、ちょっともうますます僕スポーツと普通のレンジローバー乗りたくなりました、はいはい、レンジローバーのこう魅力をこう感じたくなるような、はいはい、今こう下から攻めてってるんで次スポーツをちょっとお願いします、これはね、いやいやいや、スポーツよりもなんかね、スポーツもいいけど、はい、まずちょっとそのどっちが上とか下とかじゃなくて、価格帯的にはもちろんスポーツの方が上なんですけど、キャラが違いますよね、違う、違います、ちょっとなおさらちょっと興味がありますね、やっぱりね、本当に最高ですこれちょっとカメラマンちょっと欲しいって言ったの分かりますね、あカメラマン欲しいって、はい、あいいっすねこれっつって言ってましたよ、はい、ありがとうございます、装備がいいからな、何回も言うけど、はい、これは
いいわ。いやでも新車でここまでね装備つけちゃう、本当にすごいと思う。新車のだってあの見積もり見てびっくりしましょう、うん、僕えっつって大台超えてたじゃないですか、うん、オプションでね、うん、車変えちゃえ、全然変えちゃえばね。いや本当ですよね。もうちょっと下がってもらった方がいい。もうちょっと下がります。この辺の機能も全部充実してるじゃないですか、うん、レーダー関係全部ついてるし、カメラもだって一通りで、360、いやもう当然ですよね。当然です、今もついてます。ほら、パーキングアシストもついてますよ。あー、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりレンジローバーベラール 3.0R ダイナミック SE をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。